こんにちは、玉大です。コロナの影響で面接はオンラインというのが一般的になりましたね。移動時間浮いたぜ。カンペ見ながら話せるぜ。そんな風に大喜びの方も多いんじゃないでしょうか。が、しかし、オンラインの面接の方がオフラインの面接よりも難しいってことを皆さんちゃんとご理解いただいてるでしょうか。結婚相手を見つけるときにオンラインだけで会った A さんとオフラインでも会った B さんだと B さんの方が有利そうに感じますよね。その感覚正しいです。今日はすっかり一般的になったオンライン面接について失敗しないための重要なポイントを改めて解説していきます。動画の後半では面接前のチェック項目についてもお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。絶対最後まで見てね。さて、本チャンネルではですね、こんな肩書きかつ経歴の玉大が人生を充実したものにするための動画を配信しております。見逃したくない、気になるという方はぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram、Clubhouse、Note、公式 LINE のフォローなどもお待ちしております。フォローするメリットはこちらです。あと、玉大の動画投稿のモチベーションは皆さんのグッドボタン、コメント、これだけになってます。応援いただける方はぜひですね、よろしくお願いいたします。それでは本題に移りましょう。まず、面接ってそもそもですね、何を元にジャッジされてるんだっけと、こういった前提からね、一旦お話ししたいと思います。当然ですが、面接官はあなたから受け取る情報を元に合否のジャッジをします。じゃあ、どういった情報が面接官に届いているのか。一つは言語情報ですね。要は質問に対するあなたの回答です。これが大きな大きな判断材料になって合否判断されることは間違いありません。実は面接ではこの言語情報以外にも面接官が得ている情報があります。それが視覚情報と聴覚情報です。面接における視覚情報というのは見た目であったりとか醸し出す雰囲気、聴覚情報というのは声の大きさとか質であったりとか抑揚などが挙げられます。皆さんはメラビアンの法則って聞いたことありますか？詳しくはググってほしいんですけど、簡単にお伝えしておくと、コミュニケーションにおいて話し手が聞き手に与える影響というのは言語情報、聴覚情報、視覚情報の3つから構成されていて、それぞれの情報の影響力の割合は言語 7%、聴覚 38%、視覚 55% であるというものです。ここで言いたいことは、言語情報が大切じゃないんだよって話をしたいんじゃなくて、視覚情報や聴覚情報もめっちゃ大事なんだよってことです。決して言語コミュニケーションよりも非言語コミュニケーションの方が重要とか、話の内容よりも見た目とか第一印象の方が大事ということではありませんので、誤解なきようにお願いいたします。最も大切な合否判断は言わずもがなですね、言語情報なのは間違いありません。ここまでで面接では言語情報に加えて視覚聴覚情報も合否に影響しているんだよというお話をしました。さて、ここからがオンライン面接の話に入っていきます。オンライン面接の場合、視覚情報は映像を通じて、聴覚情報は音声を通じて伝達していることになります。この時点でオフラインよりも正しく伝わりづらいのはなんとなくわかりますよね。ここからはこの映像における注意点、音声における注意点、その他のオンライン面接であるあるな注意点に分けてお話をしていきます。まず、映像における注意点は、揺れない、近すぎない、カメラと目線を合わせる、背景をきれいにする、この4点です。髪型とかね、こう身だしなみを整えるとかはオンライン面接だからといったものではないので、今回は省略します。まずはカメラがね、揺れないことです。中にはスマホでね、オンライン面接を受ける方いらっしゃいますが、必ずね、ちゃんと固定してください。めちゃくちゃまれになんですけど、スマホをね、こう手で持ってやる人がいたりします。面接官からしたら、フワちゃんみたいなね、自撮り系 YouTuber みたいな映像になって、とにかく見にくいし酔いそうになるので、もう本当に必ず固定してください。そして、近すぎるパターン、こんな感じですね。対面でもそうですが、顔を近づけて話をされると圧迫感とか嫌悪感ってやっぱありますよね。これはオンラインでもね、同様に感じるものなので、適切な距離感、証明写真くらいの胸が見える感じがね、いいんじゃないかなと思います。だから今の僕とかちょうどいい感じじゃないですかね。顔に自信がある美人さんとかはね、こう積極的に顔を近づけて OK かなと思います。もう僕が面接官ならもう美人だったらよく思います。次がカメラをちゃんと目線に合わせること。これ PC の方が起こりがちなんですけど、 PC のカメラってこう開いた時のパソコンの画面の上部分についていることって多いですよね。で、角度もついたりするので、どうしてもね、こう覗き込む形になりやすいんですよね。これってね、相手からすると上からね、見下されてる感覚になりやすいので注意してください。できるだけこうね、目線の高さにカメラがある位置に持っていくと、まあ、最高かなと思います。
そして最後が背景ですね。画面の背景に洗濯物があったり生活感丸出しっていうのも決してねポジティブには影響しないかなと思いますので、まあ、注意はしておきましょう。あと自宅でねオンライン面接をしているのにマスクをしている方がいますか？外せるならね外しましょう。表情や反応とかいった情報がなくなるとこれまた誤解を招いたりしてネガティブに影響することもあります。余計なリスクは取らない方が吉です。次に音声における注意点ですが、静かな場所、マイク付きのイヤホンを使用する、この2点のみです。稀に致し方なくだとは思いますが、カフェとかでね、オンライン面接を対応される方がいらっしゃいます。別に悪いことじゃないんですけど、カフェとかってね、こう BGM がね、すごくうるさいんですよね。なるべく自宅とかね、静かなところで対応してください。あと、マイク付きのイヤホンですね。iPhone とか買ったらついてくる白いやつとかでも OK なので、必ずマイク付きのイヤホンにしましょう。PC のマイクで声をね、拾おうとすると、どうしてもね、集音範囲が広くなるので、雑音が入りやすくなります。あと、面接官が話した声をまたね、マイクが拾っちゃって、聞き手からすると、自分が話したことが遅れて聞こえてくる、一刻堂状態になりやすいので注意です。あとね、ここにマイクがあって、チャック付きのジャケットとかを羽織ってると、たまに擦れてね、大きな雑音が発生したりもしますので、その点も気をつけましょう。では、最後にその他の注意点です。ここからは早足でいきます。大切なことなので、ちゃんと最後まで聞いてね。まず、Zoom などのアカウントのプロフィール写真に注意です。Facebook でログインできる Zoom とかだと、写真がね、めちゃくちゃふざけてるアイコンになったりするケースがあります。私は以前ね、イケメンなアルパカさんと面接をしたことがあります。次が下半身に注意してください。下ネタではありません。上半身しかね、映らないと思って、下半身は部屋着というケース、まあ自分も含めてよくあります。最後に俺の時にね、挨拶とかで立ち上がって、下半身がパジャマだとバレるみたいな。恥ずかしい思いをする方もいらっしゃいますので、ご注意です。次にスマホの場合のみですが、アプリの通知ね、オフにしておきましょう。通知をね、こうやって消す様。まあこういうのはね、結構面接官からすると気になります。まだ当然ですが、事前に充電とかね、ネット環境もチェックしておきましょう。簡単ではありましたが、面接前にこのあたりをね、チェックすれば、オンライン面接のマナーは十分クリアできているかなと思います。ぜひスクショしてオンライン面接前にチェックしてみてください。毎度おなじみ、最後の最後に大切なことをお伝えします。それがオンライン面接だからこその面接のポイントです。オンラインとオフラインで一番違いが出てくるのが熱量であったりとか感情を伝えるハードルです。圧倒的にオンラインの方が伝わりづらいです。ライブとかもそうですよね。動画で見るのももちろん上がるけど、やっぱりリアルだからこその臨場感とか熱量ってあるわけですよ。ここが伝えづらいのがオンラインの辛いところ。対策はいつもよりね、熱量高く話す以外ありません。テクニックで言えば、ちゃんとジェスチャーを多くするとか、大切なところで声の抑揚をつけるとか、表情を豊かにするとか、ちゃんとエモいね、原体験に紐付けて話すとか、まあ、そういったものがあるかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。あとコロナ転職でちゃんと対策すべきこととして、オンライン面接だけじゃなくてマスクをつけてのオフライン面接もあります。これもね、めちゃくちゃ難しいので、ぜひね、こちらの動画参考にしてみてください。それでは最後に10秒宣伝です。私が経営する会社では仲間と共に目標達成を目指すオンラインサービス、リクラスを運営しております。モチベーション科学やコーチングの原理に基づいて、目標の達成や習慣化、メンタルコントロールなどを実現することができます。自分のね、人生もっと充実したいなとか、自分で主体的な未来を作りたいなとか、そういった方はきっとね、力になれるかなと思いますので、こちらの動画か概要欄の URL チェックしてみてください。最高の仲間と共に皆さんのお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのこと応援します。頑張って。ではまた。